行くぞ。あの目標、我らの部で制す。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。 敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。負けちまったか。食料がなけりゃもう戦えねえ。 皆様のおかげで食料はすべて無事でした。なんとお礼を申し上げたらよいか。補給部隊がなかなか着きませんね。何かあったのでしょうか。今俺がここを開けたら敵につけ込まれる。様子を見に行けりゃいいんだが。やったぞ。 通ったのが運の月だぜ。ここには俺たちがもらった。勝手に触っちゃダメ。これは私たちのものなんだから。いてて、格好の獲物を逃しちまうとは。 補給部隊は無事だったみたいですね。よかった。一安心です。
よっしゃ、これで準備万全だな。俺たちも攻め込むぜ。敵の勢いもはや止められぬ。私は逃げるぞ。敵前逃亡とは将軍風上にも分からぬ。その腐った少年叩き直してやる。ますます調子に乗ろう。進行に備え急ぎ守りを固めよう。やったぞ、俺たちの勝利だ。いいぞ、その調子だぜ。やったぞ、俺たちの勝利だ。おお、よくやってくれた。
おめえこそ真の三国武将だね。よし、ここで防御体制を取るのだ。味方である陳を前にして無礼な奴らめ、誰かあやつらを打ち払え。本気で行くぞ。伝令、キレイ様が敗走しました。炎将軍との同盟は失敗です。もうどこからも助けは来ないってことか。それじゃ始めなきゃないだろう。してはならん。せめんげい。ありえぬ。このような無様を陳が晒すなど。神の味方を称しながら哀れな姿よな。その程度の器では乱世など収められぬ。演術は打では手は何やら騒がしいな。炎症は周囲の戦線を制圧。炎症を打つ。戦力差は知略と武勇とで覆すのだ。何を召し上がりますか？またのお越しを。我が知略だけでは挽回できぬか。負けん。
級部隊の任に戻れます。部隊の強化に着手せねば。やったぞ。戦果ですね。私にも活躍の場をいただきたいものです。進む先は誰にも阻ませぬ。来たか、曹操軍の将兵ども。この遠心を貴様らの墓所としてくれる。兵器を持ち出してきよったか。これ以上は進ませんぞ。弓兵構え、何としても奴らを止めるのだ。遠心は捨てねばならんか。我が無力が嘆かわしいわ。やった
ぞ。俺たちの勝利だ。さすがのご活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。報告、炎症爆火の巨竜に投降の意あり。武装の地にて死者を待つとのこと。はい、おお、我が元を信じて来てくれましたか。もはや体制は曹操殿にあり、私は投降します。手土産に炎症軍の急所を教えましょう。ここ武装には大規模な兵糧庫があるのです。兵糧は大軍を維持するための生命線。それが燃えれば必ずや大打撃となりましょう。敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。何？曹操軍が攻めてきただと？なぜこの兵糧庫の存在を？兵糧庫に近づけてはなりません。弓兵部隊、洗車してください。飯抜きじゃいつまでも戦えねえぞ。やったぞ、俺たちの勝利だ。あんた、炎症の手下じゃねえみてえだな。なら話ぐらいは聞いてやろう。ほう、炎症を倒すってか。面白い。
ならそれだけの力があると見せてみろ。この近くに根性が試される場所がある。そこで力を示せれば手を貸してもいいぜ。者がてめえの根性を見せてみやがれ。やるじゃねえかよ。なら悪いが総出で行かせてもらうぜ。敵将総分裂が討ち取ったり、なかなかやるじゃねえか。あんたの力と根性見せてもらった。俺ら国産の衆はあんた方についてやる。あの炎章と戦を構えると思うと血がたぎる。カントでは思う存分暴れさせてもらうぜ。してくれ。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。村の救い主だよ。俺にうちの村の宝を持ってってくれ。おお、こんなところで味方に会えるとは。炎章に捕らえられ必死で逃げてきたのです。今炎章は工場兵器の準備を進めています。あれがカントに送られれば脅威となりましょう。行に酒場を営む私の知己がいます。彼を訪ねれば何か教えてくれるはずです。やったぞ、俺たちの勝利だ。私の友と会ったのか。確かに工場兵器の話は聞いてる。だが私は行商から聞いただけだ。話の真偽はその男に聞くのがいいだろう。
きな声で話さないで。兵器の話は本当です、本当ですから。ただ詳しいことは私にも分かりません。きっと遠家の女官なら知っていますよ。えっ、工場兵器。ええ、本当ですよ。私は遠家の城に出入りしておりますので。あの兵器を何とかしたいのですか？では私が裏で細工をしてもいいですよ。ただその前にお願いがあります。いなくなった私の猫ちゃんを探してください。兵器の方はお任せください。兵器部隊の馴染みのものに細工をお願いします。主家を陥れるなんて悪い女ですね。私がこんなことをしているのは秘密ですよ。私もあなたに近づけるよう頑張ります。
真っ向勝負だ。敵将中義を超分裂が討ち取ったり。いやあ、惚れ惚れします。あ、何言ってんだ俺。兵器をもってしても止められるか。この暴走軍の勢い、どこから来るのだ。ああ、中継拠点を落とされてしまうとは。炎章殿、申し訳ございませぬ。やったぞ、俺たちの勝利だ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。今こそ曹操との雌雄を決する時。目指すは敵本陣のカット城。全軍進め。これよりカット城の攻略を開始する。工場兵器部隊よ、その異様を示すのだ。あの兵器の孤立を阻止し、標的に達する前に壊した方がいい。工場兵器の一部が動きません。事前に細工が仕掛けられていた模様。なんと我軍の兵器を壊すとは。おのれ、そうそう、卑劣な手を使いおって。敗軍を相手にしのぐなら兵団こそが要。補給物資を手配せよ。真っ向勝負だ。補給部隊到着しました。カント城へ向かっております。そうそう、兵隊を厚くして持久戦を企む。我はさせぬ。みんな敵の補給部隊を叩け。を狙えばいいんだな。たくさんの荒くれどもちゃんとついてこいよ。なんと奥さんのモドラが早々についたか。へい、綺麗な真似をしおって。そうだ、なかなかあがくではないか。増援を要請せよ。奴らを圧倒するのだ。よし、マントへの道中、敵の襲撃に警戒せよ。護衛を怠るなよ。報告、中継拠点敵に制圧された模様。増援の要請は絶望的です。曹操め、いつの間に。ならば当初の兵力で奴を倒すまでよ。天狗、武装の兵糧庫が炎上している模様。このままでは兵糧が大幅に不足します。なんと曹操め、なぜ武装を。誰ぞ、あの地の兵糧庫の存在を漏らしたか。兵糧が尽きたらこんなタイミング持たないよな。俺たち一気に危なくなってないか。おお、補給部隊が到着したぞ。皆、機嫌を上げよう。これで我らは盤石だ。
これで下準備は整ったかな。さあそろそろ攻勢に転じようか。貨幣の曹操が我が大軍に打ち勝つだと、認めん。断じて認めんぞ。この勝利で殿の河北での覇権はなった。みんな勝ち時だ。勝ち時をあげよう。これで曹操殿の道は開けた。先を見届けられないのは残念だけどね。曹操様万歳。炎章を滅ぼしたとは言う。報告によると軍月劉備軍出撃せよ。奴についた軍師を探し出すのだ。敵はすでに策を用意している様子。その軍師の知恵である。注意せよ。
は指一本触れさせん。半雲長が義の刃にて退けてくれようぞ。この地、シストも守り抜かん。何人たりとも通してはならぬ。本気で行くぞ。を取ったか、お兄者。どうかご無事で。壁将、総分裂が討ち取ったり。やったぞ、俺たちの勝利だ。進軍路が阻まれたか。劉備を慕う民らの仕業だろう。武器も持たぬ者を撃つわけにもいかぬ。包囲を解くよ説得できぬものか。どうすれば。そういえば、はい、そうですか、任せてください。曹操様が手を差し伸べてくださったのか。俺たち少し誤解してたみてえだな。俺らの頼みを聞いてくれるのか。それなら包囲を解かなくもないが。全て解けた。これで全軍が進軍できよう。やったぞ、俺たちの勝利だ。おお、素晴らしきお働き。
長範橋を守るは関羽殿か。ここで相対せるは行幸。みんな行くぞ。深夜城外に散っていく馬の足跡。敵の軍師が逃げたと考えるべきだな。手分けして追うとしよう。さて、どの足跡を選ぶべきか。することが戦のコツよ。敵の軍師ですか。そういえばあちらに急いで向かう人がいたような。劉備様敵の軍師。いえ、見かけておりませんな。軍師らしき人物は見かけませんでした。こちらには来ていないと思いますが。一通り聞いて回ったが、さて、どの方角が本命かな。念のため他の方角にも人を放っておこう。して捜索だ。敵将、総分裂が討ち取ったり。分裂、さすがよのう。宗家千里の駒の武芸、さらに高めよ。橋を抜く必要がある。関羽を何とかする策を考えなきゃな。劉備についた軍師は徐庶と申す者。優秀ですが人が良すぎる嫌いがあります。その性格につけ込みましょう。付近に住む徐庶の母親を探してください。
の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。曹操様に従うよう息子を説得せよと。わかりました、やってみましょう。ですが息子にも真理は見えているはず。どう動くかはあの子が決めることです。ジョショ殿、お母上が曹操軍に捕虜とされました。何だって？母上が俺のせいで。手を取るのだ。さすが曹操軍、ここまで迫る。劉備殿、今はひとまず引いてください。承知した。だが何をするな。私にはお前の力が必要なのだ。金はできんぞ。ありがたいお言葉です。ガイドは俺が必ず守ってみせます。曹操軍がどれほどのもんだってんだ。俺様を蹴散らしてやる。正義を作られるじゃねえか、クソ。けど兄者が逃げる時間は稼げただろう。と言ったか。お主の小細工には手こずらされたわ。そんなことは今の俺には救いにはならない。さっさと終わりにしてくれ。敵将、曹文烈が討ち取ったり。検索な。
繁盛より敵の心配。劉備を討ち、剣心を手に入れる。随分手こずらされたが、ここまでよ。何を召し上がりますか？またのお越しを。何？またのお越しを。体制を取るのだ。様子が不自然です。劉備軍が潜伏している可能性が高い。ならば捕らえて情報を引き出すが上策。村へ入り劉備軍の捜索を開始します。やったぞ、俺たちの勝利だ。分裂しっげえ。しかし、あの超ひすげえ。急に村を総軍か。
曹操軍に目をつけられてしまったか。ここはもう放棄しよう。成果は上々。いい情報が手に入りました。伝令、敵は家計を企んでいる模様。尚飛主導で実行部隊を配しているようです。家計員などを企てておったか。急ぎ尚飛を探し阻止せねばなるまいな。敵を引きつけつつ撤退せよ。ピンときたぜ。あれは罠だ。ここは騙されたふりして追いかける。あ？曹操軍が来やがっただと？家計がバレちまったのか。おだれを腕づくでぶちのめしてやら。やったぞ、俺たちの勝利だ。ムンレス、さすがよのう。宗家千里の駒の防衛をさらに高めよう。勝利だ。感服捕まつった。これぞ武の神髄。みな進め、我らの手で炎上を攻め落とすのだ。俺を抜こうってか。寝言は寝てから言え。構え、放て。くそ、冗談じゃねえ。こんな矢の雨しのげっかよ。力及ばずか。これでは劉備殿に合わせる顔がないわ。
敵将王分裂が討ち取ったり。やったぞ、俺たちの勝利だ。さすが皆の規範たるお働きを。なんと壮麗な戦ぶり。来ましたか。ではこの諸葛孔明が相手となりましょう。ここを失っては大事に至ります。何としても守りに行きましょう。本気で行くぞ。加減はできんぞ。私の退却も計算のうちです。あとは不死たる者たちに託しましょう。捕まった。エゾップの神髄。やったぞ、俺たちの勝利だ。総分裂が制した。
で防御体制を取るのだ。繁盛を預かる身としてここは通さぬ。曹操軍の将兵を返り討ちにしてくれる。兵器を起動させろ。城に向かってくる敵を薙ぎ払え。俺たちの勝利だ。劉備はすでに東へ逃走を開始。しかし後続にいる民に合わせるため行軍が遅れている様子。民、ここで劉備の命運を断つ。
奴の息の根を止めるのだ。劉備の目的は孫権との交流、長江を渡る前に撃破しましょう。皆の命を盾にするまではしたくないんだ。すまぬ、決死の覚悟で守り抜いてくれ。何を召し上がりますか？またのお越しを。何を召し上がりますか？またのお越しを。劉備様は民のことまで考えてくださる。今度は俺らが役に立つ番だ。暇はありません。虎戦車にて突破させていただきます。急いでいるのは私も同じ。我が君のため早く倒れていただけるかしら。今より退路を断ちます。手中に勝つを求めるのです。本気で行くぞ。拙者が食い止めねばならなかったのに、父上と劉備殿に申し訳が立たない。でしょう。孫文烈が討ち取ったり。文烈よ、春芽のごとく躍動しているな。宗家千里の駒と称されるに足る働きよ。の勝利だ。お上手ね。いい感じですわよ。加減はできるぞ。俺たちはここで敵を食い止めるぞ。虫一匹通さねえ覚悟で守れ。曹操軍なんざ俺様一人で十分だ。おめえらはとっとと向こう岸に行け。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損。
兄者、曹操軍を通しちまった。 敵将、軍列が討ち取ったり。 やったぞ、俺たちの勝利だ。 万事上首尾、あなたのおかげです。 軍列よ、春芽のごとく躍動しているな。 千里の駒と称されるに足る働きよ。友軍に加勢するぞ。戦力を集中するのだ。儀式の個性で乗り込んでくると何が狙いなのだ。とにかく迎え撃たねば。 あの勇猛さ、とんでもないな。おい、まだ目の前が止まらないのか。おい、いまいち影で打ち破られようとは計算が足りぬようだ。 長反響を突破されました。敵将、もう分裂が討ち取ったり。 貨幣と侮ったのが誤りだった。やったぞ、俺たちの勝利だ。分裂よ、春芽のごとく躍動しているな。 宗家千里の駒と称されるに足る働きよ。天狗、美塾様と美宝様、敗走。北の戦線を突破されました。まずいんじゃないか。北から回り込まれたら逃げ道はないぞ。 私たちはこの地で燃え線を張る。ならばこの超死霊が終わってきた。来い、劉備の将は一人残らず叩き切る。 勝利だ。おお、お前の戦並大抵ではないな。天狗、将軍様敗走。合流は難しいと思われます。
ってしまうそれは本気ということか。敵の要衝を落とすのだ。行くぞ。あの目標我らの部で制す。ちょっと待った。親分の元へは行かせねえ。敵の痛いところを突いておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。武の神髄。死んでおきゃまだ早い。親分のためにも生きやり直す。やったぞ、俺たちの勝利だ。おお、素晴らしきお働き。そろそろここを離脱せぬ。何の避難は完了し、次の手もとともにですが、我々は船に劉備殿と合流しましょう。今だ、諸葛亮殿の策を実行するぞ。敵をとどめればならん。たとえ静止になろうともな。伝令、船の確保に成功しました。船がなければ劉備軍は逃げられません。あとは取り残された将を討ち取るだけです。抜刀勝負だ。兄者、すぐには迎えぬようです。後ほど必ずお会いいたしましょうぞ。敵将、総分裂が討ち取ったり。分裂よ、春芽のごとく躍動しているな。宗家千里の駒と称されるに足る働きよ。これは撤退戦、無理は禁物です。
劉備殿が逃げをせれば勝利なのですか。やったぞ、俺たちの勝利だ。おじんくん、いい感じですわよ。カウン様と諸葛亮様、敗走。合流は難しいと思われます。あの二人が敗れるとは、所詮はもはや越えられぬ壁なのか。総軍め、劉備殿はこの私が守ってみせる。行くぞ。この目標、我らの筆で制す。さあ行きますわよ。敵の急所、私たちで奪い取るのです。私では力不足だった。せめて劉備殿が逃げてくれればよいが。敵の拠り所を消してやる。速やかに進軍しろ。行かぬ。この目標、我らの筆で制す。さあ行きますわよ。敵の急所、私たちで奪い取るのです。このままやられてしまうか。しかし諦めるわけには。劉備を追い詰めたか。だがすでに長江は眼前。陣羽どう思う。孫権が劉備のため兵を動かすかが鍵です。ここは孫吾の出方を見ましょう。皆進め。長江を溶かし孫権を。
さて、どこから川を渡るべきか。石膏部隊と落ち合った時に決めよう。お待ちしておりました。石膏の情報をもとに軍議が開かれます。こちらがその報告書です。目を通してくださるようお願いします。準備はよろしいですか。では軍議の席にご案内します。皆さんお揃いで。それじゃ早速軍議を始めよう。まずは水上の戦いだが、こちらは苦戦を強いられている。対して陸での戦は優勢だ。郊外や帝府といった猛将を押している。医療側から敵に迫るという手もあるが、遠回りな上守りも厚い。避けるべきだ。なら素直に南下して陸上で戦うべきだな。孫権に会うにはそれが一番手っ取り早い。角殿に同意します。敵の水上戦略を突破するのは困難かと。ですが味方水軍の敗北も避けたいですね。援軍を編成し戦線維持に努めましょう。よし、これで方針は決まったな。時は有限。早速進軍を始めようか。攻めるとは無謀な真似を。それとも何か狙いがあるか。よし、直ちに守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。
曹操様にお届けしなければ。申し上げます。大使時の陣にてこれを発見しました。ほう、これは。お願いがあるのですが、どうか聞いていただけないでしょうか。ご協力感謝いたします。薬が足りず困っていたのです。この近辺で止血剤の材料を調達できます。ガマという草を取ってきていただけませんか。周囲の軍勢はこれで丸裸になった。打ち崩すのもたやすかろうな。何を召し上がりますか。またのお越しを。これで傷ついた兵を治療できます。お心遣い感謝いたします。殿を狙うつもりでしょうか。そんなことさせてたまるか。俺たちの力で止めてやろう。リクソン、止まれ。心で一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。真っ向勝負だ。曹操軍を前にして熱くなりすぎた。申し訳ない。敵将もう分裂が討ち取ったり。さすがのご活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。真っ向勝負だ。さすが皆の規範たるお働きを。まさかここが抜かれるとは。曹操軍の底力恐るべし。本気で行くぞ。曹操軍はこれほどだというのですか。敵将総分裂が討ち取ったり。やったぞ、俺たちの勝利だ。王様の防衛線が突破されました。ありがとうございます。お頼みしたいのは兵糧についてです。
この辺りには山賊が出るとか。どうか補給地点まで輸送部隊の護衛を。急な処置ゆえ被害も出ようが、この地を守るためにはやむを得ぬ。
恐れずに突き進め。推薦で自分たちが遅れを取るはずがない。押されているな。山の上の戦は勝手が違う。推薦で敗れるとは信じがたいが、今は引くしかない。敵将、総分裂が討ち取ったり。さすがのご活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。圧倒勝負だ。忠義を尽くす。皆の規範たるお働きを。チクショウ、水の喧嘩で奴らに負けるとはな。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。長江を渡ってきたと。貴様らの進撃、この周光金が止めてみせる。周遊様かっこいい。私も一緒に止めてみせる。申し上げます。周遊様の軍勢と曹操軍が激突した模様。両親の姿にはブロッキャ入るはず。大丈夫かしら。様子を見に行かなきゃ。負けん。本気で行くぞ。この屈辱、いずれおとなせてもらうぞ。敵将、その分裂が討ち取ったり。さすが皆の規範たるお働きを。やはり正面から対するは軍の長か。早急に戦力差を詰め策を見出さぬ。
勝利だ。素晴らしいご活躍ですね。心強い限りです。逆輩どもには負けぬ。帝徳王の戦、見るがいい。名だたる将とお見受けする。拙者の武の髄をもってお相手せん。一点の曇りもなき美しき人形。今の私たちは完璧です。我らの武、天下に比類なし。この戦、負ける気がせぬ。ひとまずあの辺りを抑えてみるのう。者ども、かかれ。
止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。我らもってよ。出てはならん。さあ行動進め。冒頭の血は断じて早々には渡さぬ。千里の駒と称されるに足る働きよ。活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。大切な人も場所も守れなかった。尊敬様、姫様、どうかご無事で。私が相手だ。勝負してもらおう。このロッシュ系、力戦では遅れを取らん。殿の御身、必ず守り切ってみせよ。盾兵部隊、構え。曹操軍を一歩の中に入れるな。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。負けん、行くぞ。敵の要衝を落とすのだ。抜刀勝負だ。敵だが身を磨くには申し分ない。曹操軍の盛況さ、これほどとは。殿が危うい。行くぞ。敵の要衝を落とすのだ。加減はできんぞ。本気で行くぞ。これが曹操軍の力。ここまで強大であったとは。だが私はここで諦めるわけにはいかぬ。急ぎ軍を再建し、次こそは勝つ。敵将、曹分裂が討ち取ったり。
孫権、いや孫を。